日本福島県藍津若松市在木町、在木町2丁目付近在木町は、福島県藍津若松市の町、在木町1丁目、在木町2丁目に加えて、そのどちらにも属さない区域により構成される。郵便番号は965-0853。藍津若松市市街地の南西部に位置しており、藍津鉄道藍津線。 東日本旅客鉄道只見線西若松駅の西側周辺を庁域とする。藍津盆地の南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。主に北側、東側などの周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川やその支流などにより形成された線状地上に発達した藍津若松市の中心市街地の一部を形作る。東は川、 原町、城西町、西は、日吉町、住吉町、門田町大技半次、南は、桜町、門田町大技日吉、北は、小旗町に接する。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。中世、現在の会津若松市付近は、相模国民浦市の一族、足名市によって漁されていた。足は城を築いて、 これを鶴ヶ城と称し、周辺は、重臣や商人が集中していたとされる。その後、伊達政宗の入城を経て、豊臣秀吉の奥州市沖により、ガ毛氏ジが入り、城下を若松とした。当時、現在の材木町周辺には、材木町、河原町、河原町新邸、新町、材木町文などがあった。各町、各町文の概要、編集材木町、 編集材木町は1610年、それまで集中して、米台の西、城郭内にあった木材売買関連の商家が移って成立したと、される。河原町の西から南方向に続く町で、合図藩により収められていた江戸時代においては若松、城下の内城郭外西部に位置する五県の通りであった。また、当時の材木町周辺は、 湯川などの洪水によりたびたび被害を被っており、家屋が流されることがあったほか、町割りが改めて行われることもあったとされる。河原町新邸、編集河原町新邸は、材木町の北側から柳原組町に至る通りで、小法年間以降の成立とされている。材木町分、編集材木町分は、材木町の西南に続く地域に位置し、若松城下の町分では、 当時の東黒川に属していた。また、新屋敷、太郎兵神殿、随気神殿などの地名も見え、太郎兵神殿では、青物の死も立っていたとされる。若松城下に大きな被害を残した、母辰戦争の後、明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編された。現在の材木町周辺では、旧来の材木町に加えて、河原町神邸。 新町の一部により、若松材木町となったほか、川原町も新町の一部を編入、一部が新横町の一部に編入されるなどし、若松河原町となった。その後、これらの町は1889年に町村制の施行によりそれぞれ若松町内の町名となったほか、合わせて若松を干渉しない材木町、川原町の町名となった。 1899年には、若松町の市政志向によりそれぞれ、若松市の町名となる。また、後に一部が材木町となる。日吉村が材木町分、花畑組町、石塚の合併により成立し、その後、1889年に、周辺の村との合併により、門田村の一部となる。1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、 高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、藍津若松市となったことから、以後財木町、川原町など、周辺の地域は、同市の町となったほか、門田村の地域も、同市の門田町となる。その後、1960年代に、藍津若松市の住居表示が実施され、現在の財木町周辺も対象となる。そして、 1965年、旧来の材木町、川原町、門田町大浅日吉のそれぞれ一部により、材木町が誕生したほか、旧来の材木町の一部は1966年に、住吉町となり、現在に至る。西若松駅町内を通る福島県道328号西若松停車場線などで、合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統、編集、 ハット AB、藍津若松市の重機人口。藍津若松市。二千十七年八月九日閲覧。市外局番の一覧。総務省。二千十七年五月二十九日閲覧。角川日本地名大辞典七福島県 p 三三百十八。3九百八十三 ABCD 角川日本地名大辞典七福島県 p 三百八十二から三百八十三。 九百八十三 AB 角川日本地名大辞典七福島県 p 三百0九百八十三角川日本地名大辞典七福島県 p 六百九十九9九百八十三角川日本地名大辞典七福島県 P642 六百四1983アイズバスロセンズアーカイブド二千十年五月十四日アットザウェイバックマシンありがとうございます